やつ、今日は五箇線広場でオイラたちを待ってるって言ってたよな。
来たか。これで揃ったでござるな。昨夜かつて拙者の家に仕えていた古い使用人を訪ね、当時の経緯を聞いてきたでござる。一神殿が拙者の曽祖父の代にあった頃、とある古い鍛造図を用いて重要な御神刀を鍛造するよう命じられた。経験豊富な刀工たちが鍛造したにもかかわらず、その工程は困難を極め、出来上がった刀はどれも欠陥品であった。期限は目の前であるのに刀が完成しない。担当の刀工たちは罪に問われることを恐れて皆逃亡してしまったのでござる。楓原家とシャブ行は調査を行い、曽祖父と上里家当主もやっとのことで海辺にいる刀工たちを見つけたが、しかし刀工たちの激しい抵抗に遭い、結局は逃亡を阻止できなかった。楓原家は傘下の刀工たちの離反を許すこととなったために厳しく罰せられ、それ以来没落していったのでござる。そればかりか、当時の上里家当主も脱走者に傷を負わされ、高齢も相まって間もなく亡くなった。はい、あまりに突然な当主の逝去により、上里家はしばらくの間指導者不在の危機に陥りました。それだけでなく、その隙に乗じて裏切る者まで現れ、シャブ行での地位も危ういものになったのです。この事件の影響は計り知れず、私の父が当主になった頃もなお、上里家は当初の名声を取り戻せていませんでした。幸い今はお兄様のおかげで良くなってきています。当時の鍛造失敗は最終的に技術不足と結論付けられた。楓原家もシャブ行もずっとそう思っていたのだ。しかし五花仙物語は技術ではなく鍛造図の改ざんが鍛造失敗を引き起こしたと示唆していたのでござる。綾香殿、鍛造が失敗に終わった後、その鍛造図はシャブ行が保存していると拙者は聞いたのでござるが、一つ頼んでもよいだろうか。わかりました。帰って鍛造図をお探しします。後ほど上里屋敷にてお会いしましょう。皆さん、当時の鍛造図が見つかりました。うん、よく保存されているけど、少なくとも300年から400年の歴史があるみたいだね。こんな古い鍛造図から改ざんされた証拠なんて見つかるのか。ここまで来たんだから運に任せて試してみるしかないでしょ。はっきりとした変化はないけど、それでもいくつかの字がかすれているのがわかる。カズハ、この鍛造図は確かに改ざんされたものだよ。当時誰かが楓原家を陥れようとしたのだろう。はあ、
この真相を知るには少し遅すぎたかもしれぬ。実は祖父が若かった頃、何度も曽祖父に一神殿の再興を申し出たが、その度曽祖父に力をわきまえておらぬと叱責を受けていたらしい。使用人の話では曽祖父はシャブ行まで出向き、この鍛造図を祖父に見せて刀を鍛造させるように上里家当主に頼んだこともあったようでござる。そして何の疑問も抱かずに祖父は失敗した。曽祖父曰く、その中の秘密に気づけぬのであれば一神殿の消滅も当然のことと。その言葉を聞いて祖父は感情のままに稲妻を離れたのでござる。曽祖父の最期を見届けることすらできず、今思えばあの曽祖父と祖父の争いは根本的に意味を成しておらぬものであった。カズハ、あなたのひいおじい様である楓原義則公は若い頃とても勤勉だったそうですね。しかしある時を境に鍛造技法に取り組むのをやめたと。その失敗が彼に与えた影響は計り知れなかったのでしょう。カズハ、君の曽祖父が当時言っていた言葉は本当にその中の秘密に気づけぬのであればだったのかい？うむ、これらの言葉は全て直接耳にしたからはっきりと覚えている。使用人はそう言っておった。しかも当時の祖父は怒りに任せて曽祖父が大切にしていた盆栽すらも投げて壊したと聞いたでござる。どうやら君も僕の言いたいことが分かったようだね、カズハ。もし君の曽祖父が一神殿の技術不足が原因だと考えていたなら、息子の失敗を見て能力が足りないといった類のことを言うはずだろ。しかし彼はその中の秘密に気づけぬのであればと言った。おかしいとは思わないかい？お主が言いたいのは、曽祖父は失敗が誰かの妨害によるものだととっくに知っていたということか？今ある証拠から見るとその可能性は大いにあると思う。みな、一度天領奉行へついてきてはくれぬか。以前拙者が指名手配されてから屋敷の中で残っていた最後の古い奥者も天領奉行に差し押さえられたのだ。そこには古くから家にあったものが保管されていたでござる。それらのものが今どこにあるのか聞きに行こうと思う。もし見つかれば何か手がかりになるやもしれない。じゃあすぐに出発しようぜ。どうしてお前たちがここにいる？離島で何かあったのか？九条サラ、拙者を覚えておるか？覚えている。楓原和葉だな。メガリレーの発令中は指名手配されていたが、今はもう撤回されている。サラ、一つ聞きたいんだけど、カズハの家が天領奉行に差し押さえられた時に中にあったものたちは今どこにあるんだ？当時押収したものは奉行所の隣にある倉庫に保管されている。だが楓原が稲妻に戻った今、確かに本来の持ち主に返すべきだな。誤解でござる。拙者たちが来たのは物を取り戻すためではないのだ。ただ私的な用事で
あれらのものの調査をしたい。わかった。私から奉行所にお前たちを倉庫へ連れて行かせるよう連絡しよう。ありがとう、サラ。ファイレハラ、メガリレーの時は。九条サラ、あれはすでに過去のこと。言う必要はない。お主に自らの信念と苦衷があったことは拙者も分かっているでござるよ。一つ頼まれてはくれぬか。ああ、聞こう。拙者は今さら稲妻に戻って生活する気はない。家にあったものたちは拙者にとって無意味なものでござる。九条サラ、お主の真偽を信じて頼みたい。拙者たちが調査を終えたら、あれらのものを代わりに処理してほしいのだ。どこかへ売って得た資金を貧困に苦しむ民の救済に使ってくれぬか。承知した。私が責任を持って処理しよう。安心するといい。皆さん、楓原家の物品を調査しにいらしたのですよね。九条様からすでにお話は聞いております。私についてきてください。楓原家の物品は全てこの倉庫の中です。空間をうまく使うために少し散らばって置かれていますが、ご容赦ください。ですが物品には全て表記をつけておりますので、簡単に見つかるはずです。私は入り口で待っていますので、何かあればお申し付けください。カズハ殿、散らばって置かれているのなら、手分けして手がかりを探すのはどうだろうか。うむ、よろしく頼む。すみません、ここのものは全て最近運び込まれたので少し散らかっております。以前の倉庫はもっと広かったのですが、鍵が古く危うく窃盗事件に発展するようなこともありましたので、九条様がここに移すよう命じたのです。拙者はこの近くを調査する。お主らは他の場所を当たってくれ。あなたでしたか。今この刀鍛冶を調べています。楓原家って刀鍛冶の名家なんだろ。この刀もすごく価値のあるものじゃないか。例えば一神殿の傑作とかだったりして。 いえ、刀鍛冶には確かに上質な木材が使われていますが、上に置かれているのはごく普通の刀です。楓原家の最終的な経済状況からすると、価値のあるものは全て売られたのでしょう。この刀には刃がございませんが、刀の柄には使われていた跡がかなり残っています。楓原さんが幼い頃剣術を習う時に使っていたものかもしれませんね。どれどれ。あ、鞘にくねくねの字が書かれてるぞ。かずは本当にカズハが小さい頃に使ってた刀みたいだな。カズハの小さい頃の姿が目に浮かぶようだぜ。私は近くにある他のものを調べてまいります。何か見つけたらあなた方をお呼びいたしますね。
君たちか。こっちはまだ手がかりになるようなものは見つけられていないよ。そっか。でもこの屏風、結構年季が入ったものみたいだぞ。そうだね。保存状態が良ければ高値で売れていたかもしれない。だけどこの状態ではもう無理だろう。さっき調べてみたんだけど、裏の方に広い範囲で土の塊が生地の繊維にこびりついていたんだ。布にこれだけしっかりくっついていることからすると、よほど強い力で土が張り付いたんだろうね。もしかするとカズハの祖父が投げつけた盆栽がこの屏風に当たったんじゃないかな。これは僕たちの見つけたいものじゃないからね。少し考えさせてくれ。情報を残したければ僕なら絶対にもっと特殊なものに残すはず。アルベドは考え込んでるみたいだな。今は邪魔しないでおこうぜ。視界が開けたわね。ここにはあるかな。ほら、ここに瓶がたくさんあるでしょ。お酒が入ったものも一つや二つあるんじゃないかな。おい、みんな真面目に手伝ってるのに、お前はお酒を探してたのかよ。冗談さ。もうそろそろ真実を見つけられるというのに、どうしてそんな心配そうにしているの？だって、オイラわからないんだ。なんでカズハはこの者たちの処分を今日頼んだんだよ。もしオイラたちが今日何も見つけられなかったら、万が一の話だぞ。そうなったらカズハはこの先永遠に当時の真相を見つける機会を失うんじゃないのか？カズハのことが心配なのはわかるけど、彼は君たちが想像しているよりもずっと強いと思うよ。彼がそのようにやるって決めたのなら覚悟の上ってことさ。今日中に答えが見つかっても見つからなくても、出てきた答えが何であっても、彼はそれを受け入れる覚悟を決めている。直感っていうより年の功かな。長く生きてきた分、人を見てきた経験も多いからね。こっちは僕に任せて。君たちは他の場所を調べてみてよ。ゆくあき、何か見つけたか？うん、古い書籍をいくつか見つけた。鋼鉄の精錬に関するものや刀の鍛造工程に関するもの、そして植物や生け花について書かれたものもある。植物や生け花の本はきっとカズハのひいおじいちゃんのものだな。さっきざっと読んでみたが、手がかりになるものは見当たらなかったな。もう少し詳しく調べて何か見つけたら教えるよ。皆の者、ここにあるものを見てくれぬか。カズハが何か見つけたみたいだぞ。行こうぜ。これは拙者の家に昔からあった盆栽でござる。聞いたところによると曽祖父が残したものらしい。中にある植物はもう枯れてからだいぶ経つみたいだな。うむ、曽祖父は鍛造技法の研究をやめてから盆栽に勤しむようになった。しかしその盆栽は曽祖父が大病を患った時にほとんど手放しているのでござる。しかしそれでも曽祖父はこの枯れた盆栽だけは手放さなかった。それだけでなく、決して捨てることを許さぬという遺言も祖父に残したと聞く。祖父もまた
最後まで和解できなかったことを悔やんでいたためにこれをそのままにしたのであろう。だが今を思えば、曾祖父がこれを残したのはきっと何か考えがあってのこと。そう聞いてみるとこの盆栽が怪しいな。うむ、詳しく調べてみるでござるよ。見つけたぞ。でも白い紙が何枚かあるだけみたいだぞ。あ、もしかして誰かが先に気づいて中身を入れ替えちゃったのか。それはないと思うよ。これを見てくれ。紙が黄ばんでいるだろう。年季の入ったものであるのは間違いない。それは綾香殿が以前手に入れた紙のように、これも特殊な墨汁によって書かれているということでござるか。僕も彼と同じ考えだ。じゃあ早速試してみようぜ。奉行所の外に池がある。そこでこの紙を濡らしてみるでござるよ。カズハ、どうだ？まさか普通の紙じゃないよな。皆の予測した通り、水に濡らすと確かに文字が現れたでござる。見たところ曾祖父からの手紙であろう。手紙には何が書かれていたんだ？うむ、曾祖父の知っている真相は全て話すつもりでござるよ。ただその前に皆を連れて行きたい場所がある。ついてきてくれぬか。楓原さん、どうして私たちを海辺まで連れてきたのでしょうか。うむ、この海岸はかつて曾祖父と上里家当主が逃亡した刀工を追って最後にたどり着いた場所でござる。拙者たちの推測は間違っていなかった。曾祖父は確かに鍛造失敗の真相を知っていたでござる。それどころかこの場所で楓原家と雷電五家伝を陥れた犯人を見つけたようであった。手紙はこう始まる。この手紙を読む者へ。拙者楓原義則は生涯ある秘密に囚われた。今となっては老い先短きこの命、解くと考えた末、これをもって司祭を記すことにする。あれは社奉行の神里様と共に離反した刀工たちを追っていた時のことであった。あの時神里様が負われた傷は脱走者によるものではない。実を言えばあれは夜のことであった。手がかりを頼りに岸辺までたどり着いたものの、刀工の姿はなく、ただ一人の歌舞伎者がそこにいた。歌舞伎者は拙者をずっと待っていたと話した。そして自らが裏で手引きし雷電五家伝を消滅させるのだとも申した。その者の実力は到底常人がかなうものではなく、周囲の間に同行した全ての者の負が倒されてしまった。神里様も重傷を負われたが、拙者の方はというと攻撃が傘に当たったために死を免れた。歌舞伎者がもう一振りしていれば拙者の命を奪えたであろう。
ところが奴は拙者の顔を見ると攻撃をやめ、おごそかな声で拙者と庭の関係について問いただした。拙者はそれが父の旧姓であり、父が失踪した後拙者が楓原の養子になったことを告げた。歌舞伎者はそれを聞いて口をつぐんだ。長い沈黙の後、いわく彼女に告げよ、我が名は国崩しであると。ああ、曹祖父と上里家当主は九死に一生を得て、丹蔵図が国崩しによって改ざんされた真相を知ったのでござる。しかし上里家当主はその経験により、曹祖父が国崩しの縁者であると濡れ衣を着せられることを恐れ、自らの死に際も決して口にしないようにと曹祖父に告げていたらしい。それに犯人は雷電五華殿を滅ぼすと口にしていた。曹祖父はその者が報復に戻ってくる可能性を考え、家族を守るために家業を諦めたという次第でござる。曹祖父はこのようにも書き残していた。楓原の当主として一神殿の没落を深く恥じる。しかし一父親として子孫の安泰を祈らずにはいられぬ。そうでござるな。もしも当時祖父が丹蔵図の秘密に気づけていれば、あるいは曹祖父も真相を話していたやもしれぬ。しかし残念ながら祖父は曹祖父の言葉を聞いてもなお真相に気づくことができなかった。綾香殿は曹祖父が語ったこれらの話を知らなかったようにお見受けするが、このことについてどう考えるのでござろうか。おそらく当時の上里家当主が後の世代にも話を残さなかったのは同じ考えからのことかと思います。敵は将軍様の丹蔵図さえも改ざんすることができ、天津さえ単独で多数と戦うことも可能な人物。きっとその正体は尋常ならざるものなのでしょう。私も近いうちにお兄様にこのことを話し、国崩しというものの身分を調べてみます。もちろん慎重を期して行動いたしますので、どうかご心配なく。実はこの手紙を読んだ時は心が乱れておったのだが、ようやく落ち着いたでござる。手紙には、子孫たちは復讐で盲目にならぬよう、どうか昔のことにとらわれないでほしいと、そう書かれていた。曹祖父はやるせない思いでそれを書いたのかもしれぬが、拙者からすればこれはいかにも理にかなった言葉。思うに人にとって最も重要なものは過去ではなく今でござる。過去の重みを背負いはしても、それによって己の追い求めるものまで失ってはならぬ。それゆえ事の真相を知れただけで拙者は満足でござるよ。拙者は曹祖父が願ったように前を向いて生きていく。もちろんもし当時の敵が未だに存在し、未だに何らかの陰謀を企んでいるのであれば、決して見過ごすつもりはないでござる。拙者が以前経験した数々の出来事から得た看護に過ぎぬよ。皆真相を導き出してくれたこと、誠にかたじけない。解決したことだし離島に戻ろうぜ。
姿の彩り祭も最終段階に入るんだったよな。今日は行く秋のサイン即売会もあるし、アルベドの黒主もついに公開されるみたいだぞ。会場に行ってみようぜ。みんなにも会えるかもしれないしな。やあ、旅人にパイモン。なあ、アルベド、最後の黒主の肖像がなんで布で隠されてるんだ？おいら、お前の描いた黒主がどんなのか見たかったのに。慌てることはない。少ししたら肖像画の除幕式が行われるからね。その時に見られるよ。この肖像画は僕の自信作なんだ。これを完成させるため、特別にある人を訪ねて貴重なアドバイスをもらった。そうかい？除幕式までにはまだ時間があるから、会場を回ってみるといい。わっぱたち、楽しんでおるか？なんでお前たち二人が一緒にいるんだよ。それに、なんで今の今まで話をしてたのに、オイラたちが近づいた途端にやめるんだ。なーに、なんじらの気のせいじゃよ。僕たちは、お酒のおつまみについて話していたんだ。君たちだって、そんなの興味ないでしょ？うむ、おつまみといえば、油揚げがいいと思うのじゃがの。もういいよ。たとえこの二人が何か企んでいたとしても、オイラたちには絶対教えてくれないんだろうぜ。よっ、よっしゃ。旅人、パイモン、来たんだね。ああ、君たちのおかげで、とても順調に進んで、読者たちも大いに満足してくれたよ。ゆくあき、オイラの気のせいかもだけど、なんかお前、ずっと周りを気にしてないか？気のせいではないさ。恥ずかしながら、リュウエから来た客がいないかと警戒しているんだ。僕はあくまでも商品の投資価値を見極めるという名目で稲妻へ来ている。もしも僕を知る者に見られたら、父上にも隠し通せないかもしれない。幸い今日は小説を買いに来てくれるたくさんの読者が列を作っているから、一般の観光客はほとんど寄ってこないんだけどね。そうだ、実は阿局も僕がここへ来た本当の目的を知らないんだ。もし彼に会ったら、僕のために内緒にしておいてくれ。ありがとう。すまないが、まだ読者が待っているから、今はあまりゆっくり話していられないんだ。後で黒主の肖像画の除幕式が始まったらまた会おう。よっと。旅人さん、パイモンさん、ごきげんよう。あ、アヤト、やっとお前に会えたぜ。すごく忙しいみたいだな。やるべきことが多く、なかなか抜け出せませんでした。幸い姿の彩り祭は順調で、こたびの三奉行での協力体制もうまくいきました。これでやっと少し休めそうです。私とお兄様からお二人にお礼を申し上げます。うん、トーマ遅いな。
はい。せっかくお兄様の時間があるようですので、今日は本を買いに連れて行ってもらう約束をしたのです。しかしお兄様がお財布を家に忘れてしまったので、今トーマに取りに行ってもらっているところで。アヤトにもおっちょこちょいなところがあるんだな。お兄様は日頃からお勤めが忙しいので、公務を離れられるのはめったにないことなんです。それゆえたまに見られるそそっかしいお兄様の姿は、私とトーマからしたら貴重なのですよ。海風に当たっているのでござるよ。会場の賑やかな雰囲気は性に合わぬ。やはりまだ拙者を心配していたのでござるか。かたじけない。しかし案ずるでない。以前皆の前で言った言葉は決してその場しのぎのものではないのだ。ふむ。例えば目の前にあるこの見慣れた港口も、かつては船が停泊するようになるなどと考えもしなかったでござろう。昔ここにあったのは招かざる客を警戒する勘定奉行の役人のみ。しかしそれが今こんなにも賑やかになっているではないか。他の国から稲妻へ来る者がいるだけでなく、渡津美島との交流も増えてきている。そうだな、今の稲妻はもう昔とは全然違うよな。拙者が思うに、もしかすると拙者たち人間もこの国と同じなのかもしれぬ。費やす時間は違えど、その身に負った重荷を下ろせる時がいつか必ず来る。それを本当に下ろした時、風と共に前へ行けるのであろう。肖像画の除幕式の時間みたいだ。五花仙広場に行ってみようぜ。さあ、拙者のことは心配せず、祭りを楽しんでくるでござる。今日は小説を買いに来る人が本当に多かったよ。図案は難しいものじゃなかったが、あれだけの数サインするともう腕が疲れて上がらない。金玉先生はリーウェ豪商の御曹司であるだけでなく、お家に内緒で小説を書いているそうです。このこと自体がまるで小説の設定みたいだと思いませんか？そうですね。今度陳玉先生をもとに小説家を主人公にした小説を書いてみましょうか。皆さん、ようこそ豪華姿の彩り祭へ。姿の彩り祭は
無事本日最終段階を迎えることができました。ただいまよりモンドからお招きした画家白亜先生による五花仙最後の肖像画黒主を公開いたします。緊張するな。何を書いたんだろう。それではご一緒に3、2、1。これは一体どうして背景しかないのでしょう。白亜先生に限って書き忘れはありえないでしょうし、この絵の創作理念について先生ご自身にお聞きしてみましょう。この度は五花仙の肖像画を描かせていただくことになり、とても嬉しく思う。五花仙は古くから稲妻に伝わる伝説の人物。かつては鹿で名を轟かせ、そしてやがて彼ら自身も作品に描かれ、数々の物語の主人公となった。現存する資料を見ていくうちに、これらの物語において黒主の身分は非常に多種多様なものであることが分かった。それだけでなく、個人の小説がないにもかかわらず、彼はまるで五花仙物語の裏の主人公のような存在。こうは考えられないだろうか。黒主に対する考えは一人一人のクリエイターによって異なるものだと。だから僕も黒主の想像をこの場のみんなに任せたいと思う。姿の彩り祭は一人一人が創作を通して心の中にあるものを表現する場なのだからね。さすがアルベド。ああやって説明することですぐにみんなを納得させたな。ひひ、これでオイラたちの姿の彩り祭での冒険も円満に終わったな。ん？まだ何か忘れてるか？うん、あ、そういえば五花仙物語を残した人をオイラたちまだ探し出せてないぞ。本当か？早くオイラに聞かせてくれ。うんうん、そうだよな。じゃないと毎回うまい具合に紙を渡したりできないもんな。そうだな。物語は行く秋のことについてだったけど、本当の目的はオイラたちがカズハの家の秘密を解き明かすための誘導だった。あ、わかったぞ。物語を残したのはきっとあいつだ。よし、早速真相を解明しに行こうぜ。五花仙物語を残した人ね。確かに僕はその人の正体を知ってるよ。でも事の事情は君たちが思っているよりも複雑なものだよ。五花仙物語を残した人かい？資料深くて状況判断に長けた人物だろうね。実を言うと、黒主の肖像画を描く前に五花仙物語を残した人を訪ねて、いろいろと確認したんだ。やはり今あるこの肖像画の描き方が一番合っていると思う。何しろこの世には大衆の目に触れないところに埋めておいた方がいいこともあるからね。五花仙物語を残したお方がこのような方法を選んだのは、やはり楓原さんのことを考えたでしょう。何せ真相を直接伝える方がはるかに容易ですから。先生とは一体誰でしょう。いかがですか。暴欲の恵み 10% オフですよ。
五花仙物語を残したもの言っておくが小さいの、わらわではないからの、間違えるでないぞ。うえ、こういうことが好きなやつって言えば絶対に巫女だと思ったのにじゃがわらわまでたどり着いたということは真実までもう少しということじゃの。わらわでないならばもうあやつしかおらぬじゃろ。実は物語を残してくれた者にはとても感謝しているのでござるよ。おかげでこたびの旅では真相を知ることができた。それにお主らと共に答えを見つけられたことを非常に嬉しく思う。残したのってやっぱりお前だったのか。ひどいぞ。みんな知ってる仲なのにオイラたちをいじくり回すなんて実は本日ここへ来たのはあなた方に事の次第を説明するためだったのです。はっ、どう説明するか聞いてやろうじゃないか。まず事の発端はとある偶然でした。ある日の夜、八重様が行明さんと編集さんが本を運んでいるのを見かけたのです。面白いと思われた八重様は彼らをからかうように持ちかけてきました。え、きっかけは巫女だったのか。うん、確かに巫女がやりそうなことだ。ええ、ですがその後五花仙物語を通して情報を与え、あなた方が楓原家の秘密を探るようにと誘導したのは確かに私です。そのような方法を取ったのはやむを得ないことだったのです。以前あることをきっかけにして楓原義則が残した盆栽の中に白紙の紙切れが隠されているのを発見しました。それがただの紙切れでないことは分かっていましたが、紙の秘密を解き明かすのには時間がかかりました。そう、水に濡れた時のみ現れる墨汁です。楓原義則が手紙に残したことは上里家や楓原家の末裔たち、そして何よりも楓原和葉にとってとても重要なものでした。楓原一族はかつて上里家の配下にあったのに、私の先祖は当時彼らを守ることができなかった。故に私にも彼を気にかける義務があります。彼には真相を知る権利がありますが、しかし秘密に触れることは危険と隣り合わせでもある。私は彼に真相を知る意志と能力があるかどうか見極める必要があったのです。もちろん私の知った真相を言葉で彼に伝えることもできました。ですがもし彼に知る意思がなかった場合、真実は彼の負担になったことでしょう。それに相応の能力がなければ真実は見つけられない。もしその程度なのであれば危険からは遠のいていた方が彼の身のためです。楓原義則もこれを考慮してこのような方法で情報を残したのでしょう。しばらくの間私はこのことをどう伝えるべきか悩んでおりました。陳州集権録が密かに運ばれていったあの夜まで。なるほど。あ、そうだぞ、カズハだけじゃなくてオイラたちまでお前の計画に引きずり込まれたじゃないかやはりあなたの目はごまかせませんね。私はこの一件があなた方にとっても価値のあるものであると判断したのです。そしてそれ以上に和葉と綾香が真相を見つけた時、彼らのそばに信頼できる友がいてほしかったのです。それらの友は
冷静な判断ができるよう守ってくれる人々であり、困難に遭遇した時に手を差し伸べてくれる存在でもある。それに将来あなた方も同じ敵に直面するかもしれませんので、もう心の中に答えがあるのではないですか。それにこの答えはあの黒主の肖像画に隠されていますよ。肖像画の近くに人がいなくなったらご自分の目で見てきてください。真実を明らかにする方法についてはもう幾度も使っているのでお分かりでしょう。貴族の式。おかえりなさい。もう夜遅いし、周りに誰もいなくなったな。アヤトが言った何度も使った方法って水をかけることだよな。肖像画の近くに人がいなくなったらご自分の目で見てきてください。真実を明らかにする方法についてはもう幾度も使っているのでお分かりでしょう。最後にもう一つ話しておきたいことがございます。先ほどあることがきっかけで盆栽に気づいたと話しましたね。その詳細をあなた方にも話しておきましょう。あれは将軍様が鎖国令を撤回したばかりの頃のこと。天領奉行で何かの事件が起きたというのが耳に入りました。証拠品や盗品が保管されていた倉庫に泥棒が入った形跡を見つけたのです。けれど何も消えてはいなかった。私はこれを普通の事件だとは思えず、天領奉行の九条さらにこう伝えました。当分の間は何もなかったかのように振る舞い、倉庫の警備を強化したり場所を変えたりしないでほしいと。そして私は週末版に倉庫を見張らせました。するとやはり何者かが倉庫に忍び込み、楓原家のものを物色している姿を見つけたのです。まさかそいつもあれを探して。そのものを少し泳がせましたが、結局何も見つけられなかったようで船で稲妻を出て行きました。なんで捕まえなかったんだ。秘密を守る一番いい方法は秘密がないふりをすることだと思いませんか。それにそのものの正体も決して推測が難しいというわけではありません。そのものが稲妻を離れた後に私も本格的に楓原家の物品を調査しました。そしてあの盆栽の中にあれらの紙切れを見つけたのです。すぐにこれらの紙こそが侵入者が探していた秘密だと確信しました。まああのものも秘密が本当にあるかどうかは確信がなかったと思いますが、さて最後の質問です。楓原義則が書き記した経験の中でどの部分が正真正銘守られるべき秘密だと思いますか。
この問題に関しては私もまだ答えが出せていません。これは宿題として未来のあなたに託しましょう。今は姿の彩り祭をゆっくり楽しんでください。貴族たちの古いしきたりなんて着な。してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。久しぶりです。あ、ここ見にゴロ。へえ、渡墨島の荒人神の御事大将も姿の彩り祭に参加するんだな。はい、ですが我々は渡墨島の管理者としてではなく個人としての身分でこの招待をお受けいたしました。近頃は渡墨島の事務もさほど多くはありませんし、私も本が買いたかったので来ることにしたのです。五郎は姿の彩り祭には興味がなかったのですが、私が離島に来ると聞いて一緒に来てくれました。三五宮様が渡墨島を離れると聞いてはな。それに今日は文通相手ともお会いになるらしいから、大将として三五宮様をお守りするのは当然だ。文通相手？はい、最近知り合って連絡を取り始めたお方なのです。娯楽小説の趣味も似ていて、興味深い考えを思いついては語り合っています。もちろん意見をぶつけ合う時だってありますよ。せっかく姿の彩り祭に来るのですから、
この機会に小説鑑賞会を開くことにしました。小説について語り合うつもりです。おー、なんかすごく専門的な会だな。そうだ、二人とも小説が好きなんだったら一緒に作ってみるのはどうだ。稲妻の小説業界を変えられちゃうかもしれないぞ。それは面白い考えですね。さて、そろそろ時間です。私と五郎は待ち合わせの場所へ向かいますね。ココミ、オイラもお前の文通相手が気になるから一緒に行ってもいいか。遠くから見るだけでお前たちの邪魔はしないからさ。そうですね、あなたたちなら問題はないでしょう。では一緒に行きましょう。約束の場所はここです。周りには誰もいないな。どうやら早く来すぎてしまったようだ。おやおや、誰かと思えばなんちらではないか。ミコ？まずい、まさかここでミコに会うなんて。ミコとココミは元は敵対していた陣営にいるし、信仰する神だって違う。この二人、争いが起きないといいんだけど。さすがは鳴神大社の宮司様、相変わらずお高く泊まっていらっしゃいますね。何時こそ、さすがは辰巳島の指導者じゃな。姿はクラゲのようにか弱く見えても、言葉には毒が詰まっておる。こんにちは、はじめまして、コンコン油揚げさん。よろしく頼むぞ、深海牛の下殿。一体どういうことだ。まさかココミの文通相手っていうのはミコだったのか。いやいや、でもこの二人の様子からするととっくにお互いの身分を知ってたみたいだよな。ってことは、うん、わっぱらが何を言うておるのかわらわにはわからぬの。わらわはただ深海牛の下殿と小説鑑賞会を開きに来ただけじゃ。さて、行くとするかな。鑑賞会は勘定奉行所で行う。景色もよく、茶を飲むのにも最適じゃ。存分に創作を語り合おうぞ。なんで小説鑑賞会が勘定奉行所で開かれるんだよ。そんなの信じる方がおかしいぞ。お前たちが話し合ったりしたら小説業界が変わるどころか稲妻全体の情勢が変わっちゃうぞ。もうすぐ渡辺島は稲妻の将来について幕府と正式に会談をします。その会談が開かれるまでに非公式の会合をしておくことも必要なのです。そうじゃ、特にわらわのような幕府外の者が出向くことで双方が腹の内を話しやすくなるじゃろ。ただわらわたちはこれが初めての対面なのじゃ。民衆に発表するにはまだ早すぎる。そうだったのか。そういえば何時らの大将が見えぬが、何時はあやつも来ると言っていたではないか。あれ、本当だ。五郎のやつ、いつの間にかいなくなってる。五郎は私のために本の買い付けをしておりますので、今回の鑑賞会には参りません。なんと、
実に残念じゃ。あやつのモフモフな耳がまた見られると思ったのじゃがの。旅人さん、少しいいですか？実は以前からなんとなく五郎は八重宮司との付き合いが苦手なのではないかと気づいていました。ですので今回離島へ来る際は五郎を連れてこないつもりでした。おそらく五郎は先ほど八重宮司を見た瞬間に本能的に隠れてしまったのでしょう。しかし五郎は責任感が強いため、次に私と顔を合わせるとき、きっと恥ずかしさで身が縮む思いをします。それで本の買い付けという任務を与えて心の負担を少し和らげようと思うのです。ですが五郎は今までほとんど買い物をしたことがありません。そこであなたについていてもらいたいのです。ココミ、お前は安心してミコと話をしてたらいいぞ。本を買う方はオイラたちと五郎に任せろ。はい、よろしくお願いします。買うべき本を一覧にしておきました。この紙を五郎に渡してください。五郎、大丈夫か？あっ、はあ、お前たちか。まさかあの女が急に現れるとは。あいつとはどう接していいかわからないのだ。気づいたらもうその辺に隠れてしまっていた。俺は三五宮様の安全を守るために来たのに何もできなかったばかりか、結局負担になってしまうとは。ゴロ、あんまり自分を責めるなよ。実はココミからお前に頼みたい重要な任務があるみたいなんだ。これは三五宮様の買い物一覧表。きっとこれで失敗を取り返せってことだな。よし、わかった。あとは俺に任せろ。オイラたちも一緒に行くぜ。ちょうど祭りのガイドをしてるんだ。お前を姿の彩り祭に連れてってやるよ。本に切る。リストにあった陽光山の夜という童話がここで売ってるはずだ。童話？ああ、渡つみ島の子供たちへの本なんだ。この本は分かりやすいから字を習うのに最適だと三五宮様が言っていた。こんにちは。陽光山の夜を5冊くれるか？毎度あり。おや、お客さん運がいいですね。ちょうど引き換え券が当たりましたので、おまけで商品を差し上げます。商品がもらえるのか。よかったな、ゴロ。こちらが商品の狐のぬいぐるみです。お受け取りください。何？狐のぬいぐるみ？はい、どうされました？尻尾の毛が逆立っているみたいですが。いや、なんでもない。商品をありがとう。このキツネのぬいぐるみはよかったらお前が受け取ってくれ。ああ、本を買うのに付き合ってくれた礼だと思ってくれ。はぁ、どうやら五郎はミコを見ちゃったトラウマからまだ抜け出せてないみたいだな。この次は、まあ今回の旅の要ではないが娯楽小説だ。一覧表によると新州集権録の新刊はすでに
小野寺という編集者に代理で買ってもらっているらしい。あまり先方を待たせないようにしないと。その人なら知ってるぞ。オイラたちが連れてってやるぜ。小野寺さんか。俺は新海牛の下さんの珍集集見録新刊を取りに来たものだ。こんにちは。ご用意してありますよ。新海牛の下さんは姿の彩り祭のお客さんだそうですが、船の予定が合わずサイン即売会には間に合わなかったようですね。それ以外にもここに書いてある本で在庫があるものをそれぞれ一冊ずつ頼む。かしこまりました。どれどれ。おや、お客さん、とても幸運ですよ。ちょうど浜原安泉記の100人目の購入者となりました。八重様の直筆書評が入った特別版をお送りいたします。なぜこうなる。お客さん、どうされましたか。顔色が悪いようですが。なんでもない、ありがとう。その本は受け取っておく。何しろさ、新海牛の下さんから頼まれたものだ。書評の入った特別版ならばより喜んでもらえるだろう。なんか無理してそうだな。幸運なのか不運なのか。それから実はただいま八重堂では抽選会を行っているのですが、この金額なら抽選に参加できますよ。一緒に抽選台へ行きましょう。お客さん、こちらで抽選に参加してみてください。これを回してしばらくすると玉が出てきます。運が良ければ当たるかもしれませんよ。あ、ゴロ、やってみろよ。どれどれ。金色。お客さんすごいですよ。特徴です。ゴロ、お前今日すごく運がいいみたいだぞ。ところで特賞は何がもらえるんだ。特賞は八重堂から出版されている娯楽小説の全巻セットです。八重巫女様ご本人から商品が贈呈されるだけでなく、八重様と握手して記念撮影ができる機会も。何？あの女に会わなければならないだけでなく、握手して記念撮影だと？何？あの兄ちゃん、八重堂の特賞を当てたのか？運が良すぎるだろう。娯楽小説全巻セットってとんでもない金額だぞ。その編集さん、一つ相談したいことがある。実は俺は娯楽小説が欲しいわけではないんだ。え、それは商品を諦めるということですか。ゴロ、諦めたりしちゃダメだぞ。ミコに会いたくないのならオイラたちが方法を考えてやる。いや、誤解だ。俺は商品がいらないわけじゃない。もちろん贈呈も撮影も何だって受け入れる。ただ八重堂に一つお願いがあるんだ。商品を同額の能楽書籍に変えてくれないか。能楽書籍。ああ、
俺たちの住む渡積島の土地は痩せていて、作物がなかなか育たない。だから俺たちはずっと住民の暮らしがより良いものになるよう新しい農法を模索しているんだ。さ、うん、深海牛の下さんが今回姿の彩り祭に来た大事な目的は、作物栽培と養殖に関する書籍を手に入れること。もしそれらの本を商品として交換できれば、俺たちは予算を節約できる。そうすれば深海牛の下さんも他にも必要なものをさらに買うことができるだろう。なるほど、お考えは分かりました。でもこれは私ではどうにもなりませんので、八重様に聞いてみる必要があります。今から八重様に連絡しますので、お客さんは五花線広場で報告をお待ちください。場合によっては八重様が直々に相談にいらっしゃるかもしれません。ああ、わかった。早く。それ。さっきの五郎、すごく勇敢だったな。巫女のことが苦手なのに、商品の贈呈を受け入れたばかりか、自分の要望まで言うなんて。そうか？あの時はただ三五宮様に任せられたってことと、渡積島の民たちを思い出して急に勇気が出たんだ。俺は渡積島の大将なんだ。こんなところで負けちゃダメだろ。今になって兵を率いて戦場に出ていた時の感覚を思い出した。たとえ八重巫女と直々に交渉することになっても、あいつの企画に影響されたりしない。ゴロ、なんかまだ緊張してないか？あの女が俺を困らせるような要求をしてこないかと思ってな。皆さん、お待たせしてすみません。状況は？八重口は何と言ってた？ご要望にお答えして、商品を娯楽小説から農学関係の書籍へ変更できそうです。やったー。それにお客さんの利用目的を考慮しておまけをしてもいいともおっしゃっていました。今から私と八重堂の倉庫まで本を選びに行きましょう。お客さんは明日の夜に船に乗ると聞きましたので、選んだ書籍は我々が直接船に運びましょう。直接運ぶ？なら商品の贈呈はどうなる？書籍選びは手間がかかりますし、八重様はあなたに姿の彩り祭の良い思い出を持ったまま帰ってほしいとのことで、贈呈式は中止するそうです。ですが八重様から手紙を預かっております。お時間があるときに読んでください。まさか八重巫女が贈呈式を取り消すなんてな。はあ、またあいつにひどいことをされるんじゃないかと思っていたが、どうやら俺の心が狭かっただけのようだ。じゃあ俺は編集さんと本を選びに行ってくれ。あ、明日の夜にまた。もうすぐココミとゴロウが船で行っちゃうぞ。墓場までお別れを言いに行こうぜ。旅人さん、パイモンさん、
お見送りに来てくださりありがとうございます。とても価値あるものでした。小説鑑賞会も成功し、この先行われる正式な会談に希望が持てそうです。それに五郎もお手柄でした。また渡墨島のためにこんなにもたくさんの書籍を確保してくれたのですから。特賞を引いたのは俺だが、結局は八重巫女から送られた本だ。また機会があればきちんと礼を言わなければならない。そういえば昨日八重宮司から手紙を受け取ったそうですが、何が書かれていたのですか？あ、すっかり忘れていた。どれどれ。五郎へ、贈呈式と記念撮影があると聞いて汝はさぞかし動揺し不安に駆られたことじゃろう。よもや汝がこれらの条件を受け入れた上にかような要求をしてくるとはな。汝のその勇気尊重するに値する。これらの書籍は渡墨島への少しばかりの気持ちじゃ。汝への贈り物でもあるゆえ気に入ってくれることを願う。さてここまで読んだ汝はさぞわらわの親切に感謝し、わらわに報いる機会を探しておることじゃろうな。実はその機会はもうすでに来ておるのじゃ。来月八重堂では娯楽小説の登場人物に扮した者たちがファンと交流するイベントを開催する予定での。五郎は忍耐強い上美目秀麗じゃ。手伝いに来てはくれぬか。汝のためだけに仕立てたものをわらわが特別に用意してやろう。ちなみに女物じゃ。あの昭和る女め。you